どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。ということで、まずこちらですね、ANA のね、プレスリリースで紹介させておりますけれども、ちょっと前にですね、細かい話で、話させていただいた、サイランスのね、日本限定のキャンペーン第2弾ということで、世界一周航空券プレゼントキャンペーンをですね、とうとう開始いたしました。こちらはですね、どこ行く何するスタイランスで行く世界一周旅行キャンペーンのスタイランス世界一周を使った旅行テーマ、旅程アイデアを募集しますということで、最優秀に選ばれた1名に、ラウンドザワールドチケットプレゼントということで、こちらね、なんとね、スタイランスの世界一周のね、航空券が、もらえるっていう風になるんですよね。で、キャンペーンのね、内容なんですけども、スタイランスの世界一周航空券、アラウンドザワールドを使った旅行のテーマと、旅程、日本発着のアイデアを募集ということで、最優秀賞にはスタイランス世界一周エコノミークラス航空券1名ということで、まあね、かなり狭き門ではあるんですけども、世界一周のね、チケットがね、残念ながらね、エコノミークラスということで、まあちょっとね、ビジネスクラスがね、乗るのも楽しくなるんでね、いいのかななんていうふうに思うんですけども、残念ながらね、航空券はエコノミークラスにはなるわけなんですけども、まあこちらね、世界一周の航空券が当たるっていう風になりますんで、まあ今の価格でもね、世界一周ってエコノミークラスだといくらぐらいするんだろうな。まあ私が行った時のね、ビジネスクラスで最終的に行きましたけれども、ビジネスクラスだとね、だいたい100万もいかないぐらいなんですよね。ですんで、まあこれも区間によって変わったりするんですけども、エコノミークラスだったらどのぐらいなんだろう。今でもネイサーチャージとか上がってるんで50万ぐらいするのかな。まあプレゼントなんでね、まあ無料で行けるっていう風になりますんで、まあこういったね、アイディアがね、ありそうな方はぜひ、応募してみてください。こちらもね、概要欄に、公式サイト載せておきますんで、ぜひね、チェックしてください。まあ私はね、ちょっとこういうのね、一応なんか思いついたらね、応募したいななんていうふうに思うんですけどね。まあエコノミークラスかっていうところはちょっとね、ありますけどもね。はい、ちょっとアイディアが思いついたら応募しようかなっていうところですかね。それでは次にシンガポール航空ですね。プレスリリース日本支社から出ております。2023年9月12日にシンガポール航空日本への強い旅客需要に応え、2023年10月より日本発着路線、復便を決定ということで、こちらね、シンガポールから成田路線。今ね、ボーイング787-10 型機でね、毎日運行しているわけなんですけども、なんとね、2023年10月30日より、シンガポール航空のフラッグシップであるエアバス380で運行再開ということで、いや、とうとう来ましたね。はい、私もね、エアバス380スイートクラスですね。昨年の、どっからだっけな、デリーからシンガポールだったかな。はい、乗りましたけども、いや、全然再生されなくてね、びっくりしたんですけども、いやね、機内にね、ベッドがあるっていうね、このエアバス380のスイートクラス、があるね、この機材、いや、ぜひね、乗っていただきたいな、なんていうふうに思いますので、これね、シンガポールからね、成田間がね、再開するっていうふうになりますんで、かなりの朗報ですね。開始はね、2023年10月30日からっていうふうになりますんで、ぜひね、シンガポール航空のマイルじゃないとね、このエアバス380のビジネスとかファーストスイートとかね、発見できないと思うんですけども、まあ一部ね、エアカナのマイルでね、開放されてると思うんですけども、スイートクラス、ファーストクラスはね、多分、シンガポール航空のマイルじゃないとね、発見することできないと思いますんで、もしね、交換されたい方はマリオットだったりね、アメックスリワードポイントからシンガポール航空のマイルにね、交換していただいて、10月30日以降でね、シンガポール航空のエアバス380にね、なっているスイートファースト、見ていただければなと思います。必要マイル数はね、結構多いと思いますね。10万マイルぐらいするんじゃないのかな。まあでもね、飛行機の中にね、ベッドありますんでね。本当にね、めちゃくちゃいいです。またね、大阪に関しては、SQ620 便が復便し、シンガポール大阪間、運航は1日3便となる予定。またね、名古屋、シンガポール、名古屋行きは週5便に増便。またね、シンガポール、福岡発は週5便に増便ということで、本当にね、非常に力を入れている感じがいたしますんで、ぜひね、シンガポール航空ね、結構ね、セールとかもありますし、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。
それでは次にですね、こちらね、昨日ツイッターで教えていただいたわけなんですけども、成田空港からですね、バリ、テンパサールのね、ガルードインドネシア航空の、ビジネスクラスですね、今ね、現在大開放が来ているっていう風になります。こちらですね、10月の30日からかな、はい、検索していただくのが出てくるっていう風になっておりまして、こちらね、成田からテンパサールね、ビジネスクラス、こちらね、4席で、検索させていただいた結果なんですけども、こちらね、ビジネス OK ということで、今ね、空席取り放題っていう風になっております。検索出てくるのは月曜日と金曜日の成田発っていう風になりますんで、こちら ANA マイルね、保有されている方で、バリ旅行ね、ビジネスクラスで利用されたいっていう方はですね、ぜひね、検索してみていただければな、なんていう風に思います。大人4人のね、ビジネスクラスで24万マイル、残念ながらね、燃油サーチャージはね、かかるっていう風になりますんで、まあ、15万3000円結構ね、高いですけども、まあビジネスクラスね、ガルーダインドネシア航空、222の座席になると思うんですけども、まあビジネスクラスでね、利用することもできるっていう風になりますんで、ぜひね、気になる方、チェックしてみていただければなと思います。本当にね、大開放されておりますんで、ビジネスクラスもね、かなりの数ね、開放されておりますんで、ぜひね、成田からテンパサールパリ、検索してみていただければなと思います。10月30日以降のね、日程で検索してみてください。それでは次にですね、先日ね、デルタ航空の上級会員資格のね、話をさせていただいたわけなんですけども、私、ステータスマッチをですね、そろそろね、やろうかなと思ってたところで、なんとですね、デルタ航空のね、ステータスマッチチャレンジね、休止ということで、残念ながらですね、今ね、利用することができないみたいですね。まあ、ちょっと前まではね、やってたと思いますし、このね、デルタ航空のステータスマッチって、本当にめちゃくちゃ昔からやってるんで、まあ、私の動画でね、取り上げることもね、ほとんどなく、またね、デルタ航空乗る機会もね、結構少ないかなと思ってね、あんまり注目してなかったんですけども、まあ、バージンアトランティック航空のマイルですね、羽田、ホノルル便がね、取れるっていう風になりますんで、まあデルタ航空のね、ステータス欲しい方ね、結構いらっしゃるのではないのかな、なんていう風に思ってたところで、今現在ね、中止ということで、まあ早期復旧を向け作業を進めてまいりますっていう風になりますんで、まあちょっとね、これいつから休止になってるからね、ちょっとわかんないんですけども、もしね、今後復旧したらですね、私もね、取っておきたいな、なんていうふうに思っているわけなんですけども、まあ現在ね、休止中っていうふうになりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。いや、ちょっとね、申し込みたかったところで、残念なところではありますかね。それでは次にですね、こちらね、海外旅行とか、まあ、国内もあるんですけども、ツアーの代行会社クルックっていう会社なんですけども、皆さん知ってますかね？私はね、今まで使ったことってほとんどないんですけども、この会社ですね、知ってはいたんですよね。で、この前ね、こういったセールをやってたんですよ。9周年キャンペーンということで、9月14日20時からフラッシュセール 99% オフクーポン、プレゼント。まあ、こちら利用できるみたいな。まあ、これね、前回、9月14日にあって、前々回は私参戦したんですけども、取れなかったんですよね。でもツイッターではね、結構取れる人がいらっしゃいまして、99% オフでね、すごいじゃないですか。まあ上限6000なんで、まあ1万円だったらね、まあ6000が限界になるわけなんですけども、まあ 99% オフということで非常にいいですよね。で、今回ですね、ちょっと試しにね、もう一回チャレンジしてみて、もうアプリとかね、全部ダウンロードして、もう必要事項も全部入れてね、やってみたところ、なんとですね、取れてしまったということで、10月以降ね、私、ハワイ行くわけなんですけども、空港からね、このワイキキの、まあ、本当はいつもね、バスで、路線バスでね、片道3ドルで行ってるんですけども、まあ、今年もそれで行こうと思ってたところで、まあ、今回のこのキャンペーンがあって、まあ、参戦したところですね、往復でね、5899円かかるんですけども、まあ、99% オフということで、59円でね、取れてしまったっていう風になるんですよね。これすごいですよね。で、このね、キャンペーンなんですけども、前々回のキャンペーンでね、かなり取れてる方いらっしゃいましたので、今後ね、こちらのキャンペーンに関してはですね、紹介していきたいな、なんていうふうに思いますので、動画のコミュニティ欄とかでね、発信しますんで、ぜひね、こちら利用されたい方は参戦ね、してみていただければな、なんていうふうに思います。まあ、こちらね、ベルトラって言えば分かりすぎるのかな。まあ、海外のね、ツアーの代行会社なんですけども、利用するにはね、会員登録必要っていうふうになりますんで、一応ね、紹介コードを入れるとね、
500円クーポンみたいなのがすぐもらえますんで、まあ、もしね、直近で利用される予定のある方、すぐ利用したいよっていう方はね、まあ、500円オフでね、利用することができるっていう風になりますんで、一応それもね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしてください。まあ、次回ね、このキャンペーンがね、またありましたら発信いたしますんで、ぜひね、こちら、利用していただければな、なんていうふうに思います。まあ、空港からね、現地の、空港バスとかもね、あるのであれば、こういった感じで利用できればね、かなりいいですよね。私取れると思ってなかったんでね、取れてちょっとびっくりしたんですけども、まだね、そこまで参戦してる人がね、多くないみたいなので、これはね、いけるかもしれないっていうふうになりますんで、ぜひね、覚えておいていただければな、と思います。それでは次にですね、残念なお知らせ。まあ残念でもないのかな。ちょっと私はね、結構思い出あるね、この ANA プリペイドカードなんですけども、まあ私の動画でもね、もう全然登場もね、しなくなってしまった ANA ビザプリペイドカードなんですけども、2023年10月1日以降はですね、申し込みいただいても発行できないっていう風になりますんで、こちらね、2023年の9月30日をもちまして、新規発行終了っていった形になります。まあこちらね、持ってる方、持ってない方ね、いらっしゃると思うんですけども、私がね、マイラーにやり始めた頃はですね、結構ね、こちらも、いろいろできてね、お得にね、ポイントが取れたりしてたね、プリペイドカードだったりするんですけども、まあ、こちらね、新規終了ということで、もしね、発行しておきたいよっていう方は、まあ、9月30日までね、申し込みしていただければ、まあ、しばらくはね、利用することができるみたいですんでね、はい、もし発行されたい方は、今のうちにね、発行しておいていただければなと思います。それでは次にですね、こちらね、JAL マイレージパークでね、紹介されているクレジットカードのポイントを JAL マイに交換すると 10% ボーナスプレゼントキャンペーン、こちらね、9月1日からね、始まっておりまして、申し訳ありません。こちらね、発表されたのがすごい前なんですよね。ですので、ちょっと私で失念しておりまして、タイミングがね、ちょっと遅れてしまったんですけども、期間中にね、エントリーしていただいて、対象のポイントからマイルに JAL マイルですね、交換していただくと、1000マイル以上交換していただくと、通常のマイルに加え、漏れなく 10% のマイルプレゼントっていう風になります。小数点切り上げということで、こちらね、エントリー必須のね、キャンペーンになっておりまして、対象のね、クレジットカードのポイントが、アプラス、アメリカンエクスプレス、イテミツ、エポス、オリコ、セゾン、JCB、ジャックス、ダイナース、TSQ、ビッグ、トヨタファイナンス、日鮮連カード、ポケットカード、MFG、ニコスカード、DC カードということで、まあ対象カードね、こういった形になっておりまして、まあこれのカードね、保有されている方は、今ね、交換していただくのもね、いいのではないのかなと思います。まあセゾンカードとかね、定期的に 20% 増量をやってますんで、まあ急がない方はね、今じゃなくていいのではないのかななんていうふうに思うんですけども、エポスとかね、いいなと思ったんですけど、これね、昨日からね、今メンテナンス中みたいなんですよ。だから今交換できないんですけど、まあ9月中に復活すると思いますんで、もしね復活したらね、エポスカードとかね、まあいいのではないのかなと思います。エポスポイントね、JAL マイルに交換することができるっていう風になりますんでね。で、キャンペーンのね、詳しい内容なんですけども、期間は9月1日から9月30日で、キャンペーンの内容はエントリー必須っていう風になっておりまして、対象のポイントから1000マイル以上交換していただくと、通常マイル分に加え、漏れなく 10% ボーナスがプレゼントっていった形になります。ですんで、1000マイル以上交換していただくと 10% なんで、1000マイル分交換すると1100マイルになる感じですね。で、ボーナスマイルは2023年の11月の末予定ということで、こちらはね、覚えておいてください。で、エントリー期間とキャンペーン期間も同じっていう風になっておりまして、エントリーだけね、必要のキャンペーンっていう風になりますんで、エントリーはね、確実に、していただければなと思います。エントリーしていただいて、各自のね、サイトで、ポイント交換していただければね、OK っていった形になります。まあ、注意していただきたいのはですね、アメリカンエクスプレスでね、初めて JAL マイルに交換される場合は、登録連帯で時間を要しますということで、今日までにね、申し込まないと、アメックスの場合は、間に合わないみたいですね。ですけども、アメックスのね、ポイントを、JAL マイルに交換するっていうのは、レートがめちゃくちゃ良くないので、おすすめはしておりません。まあ、こういった感じになります。それでは次にですね、ちょっとね、こちらね、公式サイトが見つからないので、今回ね、ちょっと口頭で紹介させていただきたいなと思うんですけども、IHE ホテルグループがですね、公式サイトがね、今見れないんですけども、海外のブログだとですね、9月の16日までっていう風になっておりますんで、これアメリカ時間の9月16になってるんで、まあ大体明日の午前中ぐらいまではね、大丈夫だと思うんですけども、今ね、IHG のホテルでポイント宿泊 15% オフキャンペーンっていうのをやってるんですよね。ですので、ぜひね、
IHG のホテルでポイント持ってる方は予約ね、検索してみていただければなと思います。で、予約期間が9月の16日、こちらアメリカ時間という風になりまして、滞在は2023年の10月の27日までっていう風になります。これがポイント宿泊すると 15% オフでね、利用することができて、こちら条件がですね、IHG のプラチナメンバーとダイヤモンドメンバーのみがね、利用することができるっていう風になりますんで、私ね、全然宿泊しないんですけども、ダイヤモンドメンバー持ってるっていう風になりますんで、先ほどね、ニューヨークで検索してさせていただくと、15% オフでね、表示されたっていう風になりますんで、IHG のね、プラチナダイヤモンドで、ポイント持ってる方はですね、こちらね、3泊以下でね、利用すると、15% オフがね、利用することができるっていう風になりますんで、対象ホテルはですね、ニューヨークとかロンドンとかね、イタリア、いろんなところでね、利用することができるみたいなんで、一応ね、日本国内も対象に入っているっていう風になりますし、アジア地域とかもね、利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、こちらもチェックね、していただければなと思います。それでは次にですね、こちらのね、ハピタスの案件、今ね、メルカリでスマホ出品していただくと、3000分ね、もらえる案件が来てるんですよね。これ、特にね、売れなきゃいけないみたいな、そういったね、規定はないんですけども、iOS 限定でスマホをね、出品していただくと、3000分ね、ポイントがもらえるっていうね、こちら案件ね、すごいいいですよね。で、これね、ポイント獲得条件とかをね、見ていただいても、特にね、売れなきゃいけないっていう、あれはないんですよね。ただ単にポイント却下条件ですね。販売意識は見受けられない出品は NG っていう風になっておりますんで、たまにね、メルカリとか見てるとね、99,999円みたいな、そういった感じで出品されているのはね、あると思うんですけども、そうではなくてね、普通に ご自身のね、売りたい価格で出品していただければですね、こちらね、問題ないっていう風になりますし、先ほども言った通りですね、売れなくてもね、こちら OK っていう風になりますんで、こちらね、私も先ほどね、案件利用させていただきましたんで、皆さんもね、こちら概要欄に載せておきますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。これね、スマートフォンの iOS 限定案件になってますんで、おそらくね、Android の方はね、出てこないと思いますし、PC でもね、こちらの案件出てこないっていう風になりますんで、こちらの画像のね、案件ね、おそらくね、結構早い段階で枯れるんじゃないかななんていう風に思いますんで、利用されたい方はですね、ぜひね、早めに利用してみていただければなと思います。ということで今回ですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介させていただきました。公式サイトに関してはですね、全部ね、概要欄に載せておきますので、気になる方はぜひね、チェックしていただければなと思います。で、TikTok のね、キャンペーンずっと紹介させていただいておりますけども、最近ね、一回ね、終わった感じになったんですけども、また復活したっていう風になりますんで、やってない方はですね、こんなに簡単にね、4000円分もらえるキャンペーンね、もう来ないと思いますんで、終了前にですね、ぜひね、参加していただければなと思います。こちらもね、概要欄にね、ダウンロードリンクとやり方ね、記載させていただいておりますんで、ぜひね、チェックしてください。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。